これは旅行会社に勤めているのだけど、新卒で入社したばかりの時に起きた話。入社早々不満があり、よく同期の井上と飲みに行って愚痴っていた。明日もしんどいな。慣れれば少しは楽になるかな。だといいな。でもあの上司がな。モチベーションが上がらない要因は伊藤という上司である。最初の頃は業務に関して注意されることが多かったが、これは仕方がないと思っていた。しかし次第に、お前らのせいで残業じゃねえか。こっちは帰ってやることあんのによ。虫の居所が悪いとすぐに当たってくるようになった。そんな日々を送っていたところ、井上がヤフオクにうちの会社の契約特典のアイテムがたくさん出品されてるんだけど、と俺にスマホを見せて言ってきた。出品画面には自社が特典で配布しているオリジナルキャラのグッズが。これ初回契約特典だし、こっちは大口の人しかもらえないやつじゃね。うちでこんな形でグッズ販売をしていないし、アカウントは個人によるもののようだ。このグッズは社長が気合い入れてデザインしたキャラなので、割とコアなファンが多い。そのため契約せずグッズだけ欲しいという問い合わせも来たりする。ヤフオク内でも高額で取引されているのは知っていたが、このアカウントは明らかに商売目的でやっている。何度も販売済みの実績があるし、内部関係者としか思えなかった。俺たちは上司の伊藤に報告したが、ヤフオクでよくいる転売屋だろ、別にうちに損失があるわけねえし、ほっとけ、と流された。どう考えても内部関係者としか思えないのに、伊藤のあの態度は明らかにおかしい。俺は昼休み、寝ているふりして伊藤が怪しげな電話をしていたのを聞いていたら、今月も頼みますわ、大丈夫っす、バレないんで。直接グッズをメーカーから個人的に大量に仕入れてたのが発覚。あいつ会社のグッズを勝手に。ボロが出たな、伊藤のやつ。早速上に報告しようとしたが、普段パワハラを受けている復讐のきっかけにしてやろうと思い、ある作戦を始めることにした。明確な犯行を証明できるように、まず伊藤のアカウントから商品を購入してみることにした。ただ俺たちが購入すると名前でバレてしまうので、うちと何回か契約したことのある鈴木さんに協力してもらった。あのグッズをヤフオクで？ひどい。彼女はグッズのファンなので2つ返事で協力してくれた。彼女のアカウントで例のヤフオク出品者からいくつか商品を購入し、それを彼女のマンション宛に送らせた。さらにメッセージで、このグッズ市販で売っていない限定のやつですよね、ゲットできてよかったです、どうして大量に持ってるんですか、という質問を投げかけた。対して伊藤は、実は俺その会社の社員なんすよ、まだまだ在庫あるんで、もっと欲しかったら安くしますよ、とバカ正直に返していた。そのチャットのやり取りもしっかりスクショで残した。後日、伊藤さん、社長がお呼びです。なあ、ようやく昇格の話か。いやー、日々真っ当に仕事してきたのが評価されたんだな。よ、さすが。どこが真っ当だよ。伊藤くん、これはどういうことかね。これはなぜここに。鈴木さんが伊藤から購入したグッズを社長宛に送ったようだ。鈴木さんは社長とも接点があり、直接チクってくれた。梱包箱もそのまま取ってあり、送り主の伊藤の名前が。社特典用の商品を勝手に販売するなんて、契約した方だけのプレゼントとして希少性を出していたんだぞ。しかもこんなやり取りして調子乗ってるのか。普段穏やかな社長だが、お気に入りのグッズの件ということもあり、鬼のような顔で切れていたようだ。申し訳ございません。伊藤はコンプライアンス違反で罰則金を支払わされ、もちろんクビになった。大量に仕入れていたグッズも回収され、不正取引していたメーカーからも賠償金が払われた。俺と井上の作戦だと最後まで伊藤にバレることはなかったが、ヤフオクのメール宛に、伊藤さん帰ってこんなことしてたんですね、残業してた方が良かったんじゃないですか、と送ってやった。伊藤がいなくなってからは別部署の新しい上司になり、以前より働きやすくなった。ちなみにヤフオクで伊藤が発信していた影響か、うちのグッズの知名度が上がったようで、その影響で契約が取れることも増えた。ありがとうございます。
ある意味伊藤のおかげかもしれないが、会社の商品を利用して自分だけ儲けようとした男は会社員として働くべきじゃないだろう。ご視聴ありがとうございました。また見て。